足速いやつがモテるのは学生の頃までってよく言うけど、ボルトぐらい足速かったら一生モテる。どうもジーナの総伝です。口回ってる。ちゃんとここに当時って入れとけよお前。そうやな、伝わりたい。今週の金曜ロードショーホームアローやね。はい、本日も芸大人に聞いてみた。このシリーズは2回目やけど好きです。あなあ女の子と合法で喋れるんで。結婚してたらこれもんや、女の子と喋るって。こんなに厳しい。うちイスラムやから2人とも牛肉食いながらテキーラこういくタイプ。はい、本日のお題、はい。待て、お前さらっとシール渡すな、2つ。ちょ、じゃあ今日2段階右折なんよ。原付じゃないのこれ。どう見ても大型やん。おー、終わった。今日のテーマは付き合うのに重要なのは顔、性格。はい、いいね。で、もう1段階あるんですよ、もう1段階。次のページ、ここに書いとけよ、お前。お前富裕層なん、髪の使い方。ミスった。あ、で、結婚するのに重要なのは顔か。お前おもろい質問するな。俺はよく聞くんよ、合コンとか。うん、だから先週じゃない、付き合うのに重要なのはって聞いて、顔とかって言われたらもう無理やで。勝ち負けがはっきり出るのよ。だから4対4の合コンってイケメン絶対1人はおるやん。だからもう顔って言われた時点でもう戦わずして負ける。なるほどな。うん、緑牛みたいな感じ、シャンクス戦も。なんだかんだ付き合うのに重要なのは8、2になると思う。顔が8、性格が2、それぐらいやろな。でも結婚するのにってなるとちょっと変わると思う。だから5対5になると思う、これは。逆にどう思う？まあ付き合うのに重要なら確かに8、2やな、それ。どっちが8？顔が8。顔8で、結婚はどれぐらい？結婚もな、俺言うて7、3ぐらいやと思うな、顔。付き合うが8、2で、結婚が7、3やからあんまり変わらんってこと？ほんまちょっとだけやと思う。あのね、一つ言っときます。人は老いるんです。じゃあ早速、はい、聞いていきます。ああ、で、今日はサイレントの最終回やったんで、ついにネタバレも言っていきます。多分見てへんので、ここにおる。ほら、言うな言うな。顔か性格かっていう質問をしてて、性格。2人とも？じゃあ2枚貼ります。ありがとうございます。え、なんで性格なんですか？顔はおまけやから。顔がおまけ？どんな顔でもいいんですか？悪い人には付き合うの。体重は重いですよ。人並みぐらいだったら性格の方が重要してくる、重要視してくる。だって顔が良くても性格が悪かったら合わせ。結婚するのに重要なのは性格なの。そりゃそうだよね。じゃあ性格で選んできました彼氏。まずどんな人なのかなっていうのから始めるんです。友達みたいな。あ、友達からスタートするんですか。一緒ですか。あ、いい恋愛してるわ。いい子らや。それ続けてください。誰なの。ありがとうございます、助かりました。勇気が持てました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。はい、という、あの、上辺の回答をしてもらったところで、こっちでまだ性格ってあるやん。うん、こっちで顔に覆ることあんまないやろ。まあ、せやな、せやな。ジャパニーズ OK。 これ今中国語聞き取れるようになったんかなと思ったら、日本で大丈夫ですって言われたな。韓国で扱える言語増えたんかなと思った一瞬。付き合うのに。結婚とかじゃない。そう、それはもう、あの、いやいや、本当に顔ですよね。で、次ね、もう一回聞いていいですか。結婚するのにってなったらどっちですか。おお、初めての入り方。確かにそれかもしれない。初めての入り方。だって子供の顔大事やもん。ほら、間、。これがやっぱ性格も大事になってくる、結婚の場合は。だけど、顔も大事やから真ん中に貼るっていう。もうこれ真似する人多いよ絶対今後。ほんまよ。ありがとうございます。結婚になっても、一応子供の顔がかっこいいとか可愛い方がいいからって言って真ん中に貼りよったんよ。ああ、なるほどな、これね。でもさ、俺なんてさ、まるきりおかんなんよ顔。だからあの子らに言いたい。男関係ない可能性ある。俺男結構男前やねんけど、せやな、まるきりおかんやから。おかんまんまやもん。付き合うのに重要なのはって聞いた。性格で結婚する。両方も性格ですか。顔は結構いいんですか。どうでも、どっちでもいい。ありがとうございます。いろんな救われた人がいる。顔はどうでもええって。あの、パパ活してる女の子に俺いけるんちゃうんっていう親父増えてくるな。ごめんなさい、急ぎでね。あれ、付き合うのに重要な
なのは性格なんで性格なんですか。いやだっていや、まあ、顔からやった。性格ですか。絶対性格。だって顔で入ったとしてもなんかだんだん性格見えてきたときに嫌やなと思ったら絶対無理になる。逆に顔が別にタイプじゃなくても性格良かったら無理にならないですか。顔が全然良くなくてだんだん性格ってよく見えてくるから逆に。じゃあこれも一緒ですよね。結婚するのに重要なのはっていう性格。オッケー、貼っときます、はい、急いで。ありがとうございました。でもこれ勇気持てるよな。ということはもうみんなあれよ、性格磨け。すごい風ですよね、はい、顔かな性格かなって聞いてるんですよ。正直に答えてください。やっぱそうですよね、やっぱそうですよね、はい、やっぱ顔から入りますよね、はい、で 顔入ってそこから性格を見るってことですか、はい、そうです。顔がだから自分の一定の基準を超えないと相手の中身を知ろう。子供の気持ちが照れとるように分かる。じゃあ次は結婚するのにってなったらどっちですか。これも正直に言ってほしいんですよ。より重要なのは、あ、それはなんでなんですか。急に顔はどうでもよくなるんですか。どうでもよくはないですけど、はい、まあ、長年一緒におるってなったら性格、あ、顔はある程度我慢できるけど性格は我慢できる。まあ、でも付き合ってる時点で顔はタイプなんで。ああ、こんちやな。あ、なるほどな。ありがとうございます。あったかそうなマフラーですね。よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。マフラーっていうものはあったかいらしいな。そりゃそうや、茶色いマフラー欲しいな。クリスマスプレゼントで飛行機乗り間違えてるからクリスマスプレゼント欲しいな。付き合うのに重要なのは性格。性格、ちなみになんで性格なんですか。性格の次に顔を見るかなみたいな。すごい、なんか体温上がってきた、いい人すぎて中に帰ってきたみたいな感じ。歴代の彼氏は顔で選んでないですか。全部性格ですか。まず性格を知ろうとするんですか、相手が。そうです。タイプじゃなくてもですか、はい、めちゃくちゃいい人、あなたみたいな子が増えたらいいんでいっぱい子供産んでください。ありがとうございます。頑張ります。なんかあの人は心の底から言ってるような気がした。そうやな、ソウルを感じた。あ、あの付き合うのに重要なのは顔か性格どっちかなって。おお、性格いいですよ。一緒じゃなくていいですよ。あ、やっぱり顔ですか。一旦は顔から。逆になんで性格なんですか、付き合うの重要なの。顔良くて付き合ったらうまくいかない。やっぱそれは顔がどんだけタイプでも性格が崩すぎたら無理やなって。なんか女癖悪いとか。あ、女癖悪い人はやっぱり無理ですか。無理です。バレんようにやってくれたらいいけど、バレるから男の人。女の人の勘が鋭いんですよね。まず、いいですか。これあの結婚するならどっちかなって。おお、ほらほら、こういう張り方した人がおるからこういう。おお、すんごい。顔ちょびっと。この顔ちょびっとはどういう意図があるんですか。いやでも最高みたいや。あ、確かに。何なんですかこれ。あ、これあの女性限定に聞いてるんですけど怖い。すみません、ありがとうございます。女性なんです。あ、女性なんですか。いや、男です。どっちやね。ありがとうございます。これ YouTube 映るの。映ります、映ります。はい、今の途中経過はこんな感じです。まあどっちもね、驚くのに性格が多い。ほんまや。でもこっからは隠して、最後に一気に今回もバンって見せる。その時にどうなってるかっていう。今日も来ちゃいました。人通りが減ってきた時はこっちに来ないと釣れないところにルアー投げても一緒やから一緒。確かに。付き合うのに重要なのは顔で。お、貼ってくださいシール。え、彼氏さんですか。はい、違います。何なんですか。顔ではやっぱり顔ですか。あ、どっちかっていうと顔か。見た目が無理やったらちょっと付き合いたくない。わかります。でもこんだけ性格って言ってる人おるんですよ。多分それはイメージを。じゃあもう一個聞いてもいいですか。はい、こうなるとどうですか。結婚するのに重要な。え、どうなる。それも正解。ああ、ああ、それも正解かもしれない。何が変わるんですか、結婚と付き合うって。結婚は一生一緒にいるから、はい、性格が合わんかったら絶対一緒におらんくなると思うから。なるほど、しっかり考えてる。でも今日本の離婚率って3割やから大概離婚してますよ。ありがとうございました。
ありがとうございます。ザ・あのドン・キホーテ女子みたいな子でも結婚には定格やで。付き合うのに重要なのはこっち、はい、理由も聞いていいですか、なんで性格か聞いていいですか。あ、彼氏さんですか。はい、あ、彼氏さん全然顔でも選んでるんじゃないですか。顔は3日で飽きます。ほんまに3日で飽きるんですか、イケメンでも。分かんないです。僕奥さんいるんですけど、奥さんあのキング&プリンス、あれもう3年ぐらい好きですよ。飽きずにかぶりついて見てますよまだ。え、じゃあ今の彼氏さんはどっちから入ったんですか、顔か性格か。人が良さそうやもん。だってあそこ俺の中でお辞儀してくれたもん俺に。アンケート取るのに必死すぎてさ、よう見てへんかったけどさ、こんなん持ち歩いてる人おる。これ何風呂の椅子やで。しかも結構高めの。ほんまやな、オレンジもうちょい低いもん。高いな。絶対性格いいやんこの人。なんでやだってこんなんお前袋いりませんって言ってね、買った時。普通いるやん袋。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ黒を買う人おんねん。思った白じゃないんだ。白やんあれ大体。白か水色じゃないんやあれ。あの女の子さ、性格って言ったけどさ、あの彼氏もさ、かっこよかったよな。普通にイケメンやし優しそう。付き合うのに重要なのは、なんでじゃがりこお箸で食うんすか。えおお、じゃがりこと豚汁合いますもんね。そうです、初めて聞いた。あ、二人とも性格ですか。なんでなんすか。このやっぱり男は性格ですか。はい、自信が持てました。どういう性格の人が好きなんですか。ちなみに優しい人ですか。落ち着いてる人。あー、候補から外れましたね確実に。落ちました。あ、ごめんなさい。楽にして優しさ狙うな。ありがとうございました。俺奥さんが晩飯にじゃがりこと豚汁やったらブチ切れるけどな。なんでですか。顔かっこいいってなったことないんですか。え、人の顔見てですか。ジャニーズとかも見てですか。別に興味ないです。え、今まで付き合った人はかっこいいと思って付き合ってないんですか。じゃあ顔はある程度どんな顔でもいいんですか。そのいや、なんか岩尾みたいなのは嫌です。あるんかい。サイドラインあるんかい。あるんですよ。じゃあ岩尾以外やったら誰でも OK ってことですよね。そうですね。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。うわ、しかもほらしっかり捨てる、ポイ捨てすると思ってたけどね。あの子が飲んだジュース取るやろ。おいおい、やろやろ。ちょっと遠いけど家帰ってサドル持ってきてさ、あの子が置いたチャリンコと入れ替えようかな。サドル気づけへんや、あの子気持ち悪い。付き合うのに重要なのは、いや、何で性格なんですか。イケメンでも、なんか性格悪いところ見えたら一緒に好きじゃなくなった。イケメンでもですか、それは。はい、今までいるんですか。クズすぎて嫌いになったこと。ナルシストみたいな。ナルシストでもかっこよかったらいいんじゃないですか。ダメなんですか。なんか居酒屋さんとか焼肉屋さん、俺 NG やねん。へー、初めてやっぱナルシスト。そいつ俺の欲歩くのも嫌なんじゃん。嫌やろ。絶対臭いやん俺なんて。うんうんって言われた。受け答えしっかりされてますね。本当ですか。小学校休まずに行ってました。全然休まなかった。バカ言いすぎやん。ありがとうございました。ああいう子に子供育ってほしいな。次でラストです。ゴールが見えてきたからさ。付き合うのに重要なのは顔か性格。性格。え、性格に2枚性格がある。イエイ。あ、ありがとうございます。寒いの性格悪い。悪い見た今の。あざ悪いかのように。めっちゃ寒いやろ。めっちゃ暖かいって。なんだけイケメンでも性格悪ってたらアウト。え、そんな経験あるんですか。今でイケメン。あるあるある。顔かっこよくなくても性格良かったら付き合えるんだ。付き合える。だってこれから何十年も働かなあかん。何十年も一緒。あ、いた。あ、ありがとうございます。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 これくしゃってするのはいつも俺の仕事やねんけど。ガッツポーズの代わりやねんけどこれ。付き合うのに重要なのからいく。そっちからやな。うん、結果発表。付き合うのに重要なのこうなりました。じゃん。顔が13、性格が22。はい、性格が多いですね。給付金詐欺の数やな、この数は。理由としては、こっちの人はどうしても顔がタイプじゃなかったら性格まで見ようと思わんっていう正直な意見をいただきました。で、
こっちの人顔がタイプじゃなくても性格が良ければ付き合えるっていう人が多かった。で、結婚するのに重要なのがじゃん、やば、誰もおらん。新大阪の駅の男子便所の代弁するとこ、 あれずっと誰かおる。これぐらい新大阪の便所も吸い取ったらめちゃくちゃうんこしやすいのに。でもみんな顔が普通を想定してるわ。やっぱり説明不足なんかもしれんけど、だからこっちが多い。ただこの真ん中のラインわかる？これはやっぱり性格も大事やけど、子供を産むにあたってかわっこいい子とかかわいい子がいいなっていうので、こういうそこに起き出した。その人らも、まあ、性格良かったら、まあ、最終的にいいよな。でも、遺伝子の関係で、こっちがちょっと欲しいなっていう人がおっただけで、性格重視ですよって。せやな。ということはよ、性格で挽回できるぞ。ただ、脱岩を。脱石炭みたいな感じで。脱炭素な。脱炭素みたいな感じで。ということで、女性は男性の性格を見る人が多いです。はい、もしくは嘘つきが多いです。ありがとうございました。ありがとうございました。